GE6-6I 型、保存中の407号機アルブラ線での412号機、レーティッシュ鉄道 GE6-6I 型電気機関車は、スイスのレーティッシュ鉄道の電気機関車である。スイス連邦鉄道のゴッタルド峠で使用されていた、クロコダイルと同様の形状をしているので、レーティッシュクロコダイルと称される。6-6は、車軸配置を表し、6軸中、 6軸が同輪であることを表す。GE6、6I 型の I は製造時はなく、後に同様の6、6の車軸配置を持つ GE6、6I 型が導入されたので区別するために I が付けられた。1921年に6両製造された。これはアルブラ線が1919 19年に電化されたことに合わせてのことだった。従来の GE2、四型や GE4-6 型よりも強力だった。製造したのは SLM-BBC と魔法である。1929年までに、レーティッシュ鉄道は15両を投入して、旧来の蒸気機関車を置き換えた。また、現在まで続く氷河急行にも充当されている。GE6-6I407 号機は1994年に廃車となり、バーゲン駅前に、 モーニュメントとして展示された。運行開始から50年以上経った1974年、401号機が事故で破損した。遡ること、1958年から新型の GE6、62型が徐々に導入された。1973年からは GE4、GE 42型が導入され、ますます活躍の場は減った。 1984年には6両が退役した。現在では414、415が稼働状態にある。412号機は氷河休校75周年記念塗装として2006年に紺色に塗装されアルペンプルマンクラシックを牽引した。GE6、6I 型は全長13.3メートル、重量66トン、出力794キロワット。 最高速度時速 55km である。ありがとうございます。